こんばんは、青木りさです。洗車をしてピカピカに輝く愛車を見ることで、さらに大事に運転するようになる、そんなカーオーナーの方も多いのではないでしょうか。今回のビジネスリンクは、株式会社洗車の王国の相原博史代表取締役をゲストにお話を伺います。今回のビジネスリンクは、株式会社洗車の王国を特集します。相原代表が個人事業主として洗車コーティングショップからスタートし、時代の変化に合わせてオリジナル洗車商品の製造・販売を中心に展開していきます。2002年には社名を株式会社洗車の王国と改め、愛車をきれいにし、カーライフを楽しむ文化を広め続けています。こんばんは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは洗車の王国さんの現在の事業内容について教えていただけますか。洗車用品、カーケア用品の、製造販売、国内は、インターネットでの、小売、あとは、車屋さん、業者さんへの卸し、あとは海外への、商品輸出、海外でのショップ展開とか、まあ、その辺、まあ、いろいろですね。はい。創業された時は社長ご自身で愛川町で、はい、はい、そうです。でその時には、はい、メーカー業ではなくてコーティングとか、洗車、ウィンドウのフィルムを貼ったりする、施工業から始まりました。はい、はいはい。その店舗からこうネットに移行していく中で、その時代の変化というのもあったんですか。そうですね、カーディーラーさんからすごく仕事をいただいてたんですけど、うん、カーディーラーさんが店舗の統廃合だったりとか、あとは、作業の内製化っていうようなことなんてもあって、で僕ら外部に仕事がだんだん出なくなってきてた時期なんですよね。はい。まあ、一般のオーナーさんに、触れられるような立ち位置で仕事をしたいなというのもあったんで、じゃあせっかくオリジナルの洗車用品とかが少しあったの で、うん、でそういうのをこうネットで販売しながら、はい、やってましたね。今こうしてこう EC でもたくさんこう競合他社の商品並んでいたりすると思うんですが、そことの差別化っていうもので意識されていることってありますか。全然考えてないですよね。はい。本当は僕なんかも気にしなきゃいけないのかもしれないですけど、まあ、それよりも自分たちは、まあ、どんなものがあると、まあ、カーオーナーさんが、まあ、自分の車をケアするのに、まあ、便利かなとか、まあ、いろいろディスカッションしながら、まあ、商品開発、なんかをしてるだけで、こういうものがあったらいいなとか、こういうものが必要とされているっていうところに気づけるっていうところが、そのビジネスのポイントになっているかもしれないですね。そうですね。不便な時にはそれ多分受け入れちゃってるので、多分感じてないというか、まあ、便利になるとあの時不便だったよねっていう話だとは思うので、事業っていうのはやっぱりそのいかにその便利な商品を提供していくのかっていうのは事業だと思うので、価格に関しても他の会社さんの価格はほとんど気にしてないですね。まあ、そうした中でやっぱりその洗車の先にあるものとして楽しくドライブに行くとか、車に愛着を持ってもらうっていう意識の変化も生まれますよね。そうですね。まあ、車っていうのは結構汚くしていい加減に使ってると、どうしてもこうぶつかってしまったとか、まあ、それっていうのはやっぱり事故につながるよねっていうところもあるので、例えばもう本当に分かりやすいところでいくと、もう新車を納車で車に乗って帰る、まあ、すごく気にして大事に乗ると思うんですよね。うん、その気持ちがもう5年でも10年でも続いてくれたら、多分世の中的に事故だいぶ減るんじゃないかなっていうのもあるので、綺麗な状態で乗り続けるっていうのはやっぱ価値があるんじゃないかなとは思ってますよね。 CM の後、海外での展開。世の中の目に見えない不便を解消するために日々消費者のニーズを探している相原代表。こちらは車のボディを傷から保護するシンクシールド。車種ごとの形状に合わせて適切なカットを施して納品することで、ヘッドライトのくすみを解消するなど交通事故防止にも寄与しています。
海外では店舗という形でやってらっしゃるんですか？いろいろですね。まあ、EC を通じてネットショップで小売りをするっていうパターンもあれば、例えば一番大きいところだと中国だとか、そういったところは戦車店展開として、まあ中国あちこちに戦車店、まあ我々の看板をつけて、まあ日々戦車をしてくれてるっていう形ですかね。まあ、今まさにその特にアジアは車の需要が増えていって成長していっているところにこういち早く乗り込んでいったっていうような形なんですかね。結果的に多分そうやってやって言われるんですけど、僕らはあんまりなんか戦略的にそれも何か考えてやってきたわけではなくて、まあ新しい商品だったりとかそういったものとかっていうのをこう広く、海外も含めてまあリリースをしていって、で興味のある会社さんが我々にご連絡いただけるっていう、まあ、そういう会社さんがまあ今でも約月に80件、多い時には100件くらいの新規のオファーがあるので、じゃあこうまずはこう広くいろんなところに知ってもらうっていうところをやっていた結果っていうことになるんですかね。そうですね。今はマーケットプレイス、そのショッピングサイトっていうのもありますし、いろいろこう車を好きな方、車を事業にされている方っていうのとこう触れ合えるそのチャンスっていうのはすごく安価で提供されているので、まあ、できそうなことからとにかく一生懸命リリースをしていく、連絡いただけるところは多分、まあ、チャンスがあるのかなって、はい、まあ、チャンスがなければ多分絶対連絡がそもそも来てないだろうっていう話なのでまあそういった形ですかね。実際に相原さんがこう海外で現地に行ってこう指導されたりとかもするんですか？そうですね、まあ、過去に僕はまあ産業をやってた経験があるので、まあ、大体のことには答えられますし、まあ、ショップさんであればお店の立ち上げからオペレーションから、収益形態、スタッフの方の評価制度、まあ、そういったことも全て提供できますね、はい、次回は独自のフランチャイズ展開について伺います。